これよりインティラックオープニングナイトソーシャルイノベーション仙台プラステックインアジア仙台を開催させていただきます。今日は、正式にはこのインタラックという場所のソフトオープニングです。そのインティラックというのは、アラビア語では、英語で、訳すると、ロンチ、始めること、立ち上げること、これからここをどうやっていくかというのを皆さんの力を借りて、皆さんといろいろそういう意見交換をしながら、皆さんとここら辺を一緒にアントレプレナースピリットをもう一度ここで引き出してやっていきたいというソフトオープニングです。今回このプロジェクトは中東のカタールからのご支援ということで、震災復興のためにこのカタールフレンド基金という枠組みができて、そこにご支援いただいたことに本当に感謝しております。本当にありがとうございます。さらにこの仙台卸町という場所ですね、東西線の開通もあり、これからますます発展していく中で、このインテラック東北イノベーションセンター、ぜひこの場所にということで、ご推薦を受け、この場所に、こういった無事に、設立できたことをまた大変嬉しく思っております。本日は3名の方お集まりいただきまして、東北発地方世界を変えるというテーマで、お届けしてまいります。この子は難病です。17年間自分で全く動くことができない子でしたが、足組み車椅子に乗った瞬間ですね、自分の足で移動を始めました。ペダルを漕げるんですね。足組み車椅子というのはそのように今までの常識では無理でした、諦めてくださいっていう方たちがですね、もう一回希望を持った生活を送れるようにするための手段ですね。リハビリの道具とか車椅子ではないんです。我々この地方でですね、岐阜とか横須賀地方で業務をしているものなんですが、先ほど言ったようにこの日本を代表するようなコンテンツを取り扱わせていただいております。この IT の力を使えばですね、地方の会社でも、ああいったようなですね、大きなコンテンツを取り扱うことができる。インターネットによるいじめが非常に増えていると、こんな形でいじめをする子どもたちがいるという中ですね、ネットいじめを防止するアプリケーションを、高校生たちにですね、プログラミングを教えて、デザインのやり方を教えて、アプリの企画のやり方を教えて、あとは君たちが作りなさいということで、高校生がですね、大垣商業の高校生がネット防止、ネットいじめの防止アプリケーションというのを開発して、今アップストアで公開中です。そろそろ行政が復興計画を作るのに何かアイディアがないですかということで、ハード面は行政が主体で、国と行政が主体でやるので、その後のですね、にぎわいの創出とか産業創出、交流人口の拡大といういろんな提案を作りました。行政側は緊急な課題が山積みにあって、でなかなかその次のステップっていう、まして新しい産業を作っていくっていうのがすごい難しくてですね、であれば提案した中のどれかは民間でやれるとこは民間でやろうということで、地元のワインを作って地元の食を、そして地域と文化を応援していこうというプロジェクトを立ち上げました。その一番おいしいものが築地に行ってしまうとかで、なかなかその地元では食べれてないという食材もたくさんあって、でそういう意味ではですね、宮城県っていうのがこういったその、お酒作りとか食について何か起業するんであれば選択肢がすごくたくさんあると思うんですね。この IT ベンチャーってですね、想像できるかと思うんですけども、やはりこの東京に集約してるという特徴ありますよね。でこの IT ビジネスというのが六本木に通わないとできないビジネスなのかと、そんなことないですよね。ほとんどの方は地方に住んでる中で、やはり地方から、日本を元気にするっていう必要があるんではないかなということで、岐阜でスタートしたところ、その岐阜の子どもたちがですね、若者たちがものすごい素直で、それでですね、プログラミングをやったことない子どもたちでもですね、クラスに2人ぐらいですね、ものすごい振動みたいに伸びる生徒がいるんですよ。振動ですか。はい。でこれはもうとにかくその地方にはスターになる、素材がものすごいあるなと、なので才能ある人は日本全国当たり前ですけどいますから、なるほど。でそこに拠点を構えることで、その人も育てられるし、人に会えて人を採用できるという、で職場を作るということですね。例えば今日こういう集まりがあった時にですね、車椅子ですとか杖とかですね、それから介助者の方に付き添いで来ていただくとか、
なんかそういうふうなですね、行ってもいいのかな、ダメなのかなとかですね、まあ、そういう気遣いを障害者の方やご家族がしないでもいいような町にしてほしいなと。それから、まあ、それってですね、実は健康な私たちの心構え次第なんですよね。バリアフリーだって言ってるのはですね、建物じゃないですね、皆さんのこう心の中にちょっとある、あ、この人ちょっと違うぞとかですね、まあ、そういうことだと思うんですね。でこれビジネスにも言えるんで、なんだよ足でこう車椅子ってありえないだろうお前っていうですね、私散々言われてきました。そういうふうなことを言われてしまうと、私のようにこのまでこの世の中になかったものを出そうとするですね、若い起業家の方はですね、ついへこんじゃうと思います。いやいやいい、面白いよねと。これも皆さんの心がけ一つですので、ここからですね、まあ、少しこう変えて、まあ、仙台で社会起業家がもっと生まれていくためには、まあ、何を考えていったらいいのかと、まあ、そのあたりをですね、皆さんとも考えていければに、できればと思っております。渡利町、仙台から南に40分ぐらい電車で行ったとこです。すごくあったかくていい場所なんですけど、私ちっちゃい時からそこで育ってて、あんまり好きじゃなかったです。田舎で何にもないですし、農作業する時のモンペみたいなものはまだ昭和の中ぐらいまでは農家の方が自分で仕立てていましたので、あまり切れが出るんですね。その切れを使ってこういう巾着袋を夜鍋で縫って貯めておいて、中に自家製のお米を入れて、何か感謝することがあったらありがとねって言ってそれを手渡していたっていう文化があったんですね。で私はやっぱり地元のそういういいところを見ないで生きてきたし、あと震災の後にちょっと父が死んじゃったんですけど、それまで父親にそのありがとうとか感謝を形にするっていうことを全然意識してやれてこない人生だったし、なんか自分の身の回りのことに感謝するっていう目線を持たないで生きてきたので、なんか改めて地元のおばあちゃんにそういう生き方もある、そんな目線を持って世の中を見ることができるっていうのを教わったような気がしたんですね。全国から着物地を回収して地元の女性たちにトレーニングをします。で製造を委託して作ったものを私どもが買い上げてそれを販売するっていうことで、まあ、やっていくうちにですね、地元の女性の働き場所がそんなにないところでお家に帰って作業できるお仕事を提供できるであるとか、あと仕事っていうことで一つの女性のコミュニティができるなとか、やりながらなんか地域にあった課題みたいなのにだんだん気づかされていって、ちょっとずつそういうものの解決にもしかすると役立てるのかもしれないなって思ってたところです。で特にですね、我々はこの学校外教育というところを一つのポイントとしまして、いわゆるですね、小学校とか中学校とかっていうような義務教育の機会は平等に与えられてるんですけども、いわゆるその放課後、子どもたちの放課後の、差というのはすごい家庭の経済的な差に委ねられていると。なのでなかなか、経済的に豊かではない子どもたちは十分な学びの機会がないとかですね、なかなかその遊びの機会とかそういった場もないということで、そこで貧困が生まれているだろうということで、僕らはこの学校外教育をしっかり保障しようということで、授業を展開をしています。いわゆるですね、個人を対象として出すこう補助金をバウチャーというふうに言っています。でいくつかポイントがあるんですけども、一番はですね、現金ではなくてクーポン券を提供しているというところで、まあ、いわゆるその教育にしか使えないというところで使途が限定できるというのが一番のポイントになっています。まあ、どうしても経済的に苦しい家庭ですと生活費に回ってしまったり、まあ、最悪ですとこう親の遊興費に回ってしまったりみたいなことがあるんですけども、そういったところを防ぐというところでしっかり教育に使うというところでクーポン券をやっています。であとはですね、クーポンを受け取った子どもたちというのは、まあ、自由に教育サービスを選択できるというところで、まあ、多様なこう選択肢を提供できるというところもポイントとして挙げています。なんでこういろいろね、はい、まあなろうと思ったけど中退とか解散とか、はい、衝撃的なね、はい、なんか感じですよね、はい、でももう一回やろうっていうふうに繰り返し思えたんですね、はい、もう一回チャレンジし直そうって思えたっていうのはどんな背景だったんでしょうか。振り返ってみると思い切った踏み込みなんですけど、なんか僕的には逃げでもあったんですよね。踏み込んでるようで自分が本当にやるべきことに踏み込んでないっていうのはあって、でその逃げてるという感覚があったので、やっぱり次に踏み出そうっていうのもありましたし、あとその逃げではあるんですけど、何か行動した時にやっぱこう助けてくれる人とか応援してくれる人っていて、そこの存在がすごく大きかったかなと思います。